各球団の1点差試合を分析、オリは勝率1位にファンの目線で見たとき1点差のゲームは非常に盛り上がる一戦といって間違いないだろうハラハラドキドキしたふん勝利のうれしさはひとしおで敗れたときはより一層悔しさを感じる昨季のパ・リーグでは1点差で決着した試合が157試合あった 全483試合の3割以上を占めており多少成友シーズンの行方を左右していたといえそうだ上位4チームの1点差ゲームの勝率はシーズン勝率を上回っている今回はさらに1点差ゲームの試合展開に応じて2パターンに分類 勝利した試合を逃げ切りまたは逆転勝ち敗れた試合を追い上げ及ばずまたは逆転負けに分けて各球団の戦いぶりを見ていく丸オリックス1点差ゲーム勝率68328勝13敗逃げ切り14勝逆転勝ち14勝追い上げ及ばず7敗逆転負け6敗 リーグ3連覇を達成したオリックスは唯一、6割を超える1点差ゲーム勝率を記録。リーグ最多タイとなる28勝、同最少の13敗にとどめた。内訳を見ても、逃げ切り、と、逆転勝ち、追い上げ及ばず、と、逆転負け、の数に大きな差はない。守り勝つ野球、打ち勝つ野球のどちらにも対応できているということだ。 リーグトップのチーム防御率に代表されるように投手力の高い印象が強いが打撃面でも打率や本塁打数長打率といった指標で1位となっている投打ともに隙のないチームだということが1点差ゲームの内容からもうかがえた「丸楽天1点差ゲーム勝率56526勝20敗逃げ切り13勝逆転勝ち」 13勝、追い上げ及ばず、7敗、逆転負け、13敗。シーズンでは4位に終わった楽天だが、1点差ゲームの勝率はリーグ2位の数字を残した。1点差ゲーム勝率とシーズン勝率との差はリーグで最も大きく。昨季最も接戦で力を発揮したチームだと言えるだろう。とはいえ、逆転負けの数が突出している点は見逃せない。 楽天は、チーム防御率が2年連続でリーグ最下位と投手力が課題、リードを守りきれない展開が多くあった。そんな中、ルーキーながら51試合に登板し、防御率2.40という好成績を残した渡辺翔太投手、先発として5勝を挙げた庄司康成投手といった新戦力が台頭、逆襲への準備が着々と進められている。 マルロッテ1点差ゲーム勝率549、28勝23敗、逃げ切り11勝、逆転勝ち17勝、追い上げ及ばず15敗、逆転負け8敗ロッテはシーズンからは1つ順位を落とし1点差ゲーム勝率では3位に7月に5試合続けて1点差ゲームをものにするなどオリックスに並ぶ28勝を挙げたものの 敗戦数が足を引っ張っ張た敗戦のうち特に「追い上げ及ばず」の割合が約65%と大きい「逆転勝ち」も60%超を占めていることから早い段階で相手に得点を許して追いかける展開先発投手が試合を作れないケースそのものが多いという可能性が高い。 ロッテにとって2023年は先発投手の不足に苦しんだ年パーソル CS パでもブルペンデーを観行したほどだった先発陣が充実すればさらなる好勝率も見えてきそうだ西武になかった逆転力低迷の要因にもまるソフトバンク1点差ゲーム勝率52422勝20敗逃げ切り11勝逆転勝ち 11勝、追い上げ及ばず、10敗、逆転負け、10敗ソフトバンクも、シーズン順位から1つ下げる4位となった。それでも、シーズン勝率よりは高い勝率をマークしている。特徴的だったのが、逆転負けを喫した10試合。このうち、9試合が7月以降に集中していた。昨季は先発投手の早期降板が目立ちパ・リーグで唯一。 規定投球界到達者不在。そのため後半戦に逆転負けが増えたのは春先からチームを支えた救援陣の疲労が影響したと考えられる7月1日を最後にリバン・モイネロ投手が離脱してしまったことも大きいだろうマルセーブ1点差ゲーム勝率37518勝30敗逃げ切り12勝逆転勝ち6勝追い上げ及ばず 14敗、逆転負け、16敗。西武の1点差ゲーム勝率は4割を下回り、リーグ勝率からは大きく離れた数字となった。2018、2019年にリーグ連覇を達成した際は、1点差の試合でも勝ち越しており、2018年には7割を超える勝率を見せていた。接戦を勝ちきれなくなったことが低迷の一因になっているようだ。 逆転勝ち、数は逃げ切りの半分にとどまり、6勝はリーグ最少。昨季は得点圏打率がリーグ最下位の220、本塁打数もリーグで唯一の2桁台に落ち込んだ。丸日本ハム1点差ゲーム勝率、354、17勝31敗、逃げ切り、6勝、逆転勝ち。11勝、追い上げ及ばず。15敗、逆転負け。 16敗日本ハムも1点差ゲーム勝率が3割台という結果に17勝31敗はともにリーグワーストだ夏場には7試合連続で1点差負けを記録するなどあと1点が遠いシーズンを過ごした試合内容に目を向けると西武とは対照的に逆転勝ちが多い一方追い上げ及ばずという敗戦も目立つ 25本塁打を放ち、本塁打王まであと一歩に迫った万波中正外野手や、2022年の首位打者、松本剛外野手らを中心とした野手陣には爆発力があったが、やはり打線は水物、チーム別打率、得点数も下位に沈んでいるように、安定した強さを発揮することは難しかった。 うまくかみ合わない要素があったチームなど球団ごとのさまざまな特色課題が見えた接戦の試合を観戦するときその展開にまで注目してみると意外な発見があるかもしれない